ではそうした中で、まあ、まずそうは言ってもこういろいろな不安があるわけですが、木造建築をその支える技術というのをご紹介しようと思います。で、まあ、技術といいましても、先ほど言いましたようにこれから新しくできる建築ですから、まあ、実例が多くあるわけではないですね。ですからいろいろな違う建築物を作る中から生まれた技術がこれからの木造建築を支えてくるということになります。でただ木造建築の技術が非常に難しくてですね、まずは延直荷重ですね、自重に対して倒れないかどうかというのがあるわけですが、これまではですから木造といいますと屋根の技術だったんですね。さっきのドームも美術館もそうですけども、大きい屋根をかけましょう、あるいはこういう住宅を作るにも小屋組ですね、屋根の加工を見せましょうということで、こういう切断と呼ばれるような構造形式があったり、左側が切断、右側のようなですね、シェル、HP シェルと呼ばれるような曲面の屋根があったりですね、トラスの屋根があったり、ドームと呼ばれるような屋根があるんですね。ところがこの技術、多層の木造建築にはあまり役に立たないんですね。と言いますのは、これからは床を支える技術が必要になってくるんですね。屋根っていうのは、雪が降るところでは積雪がありますけれども、自重に支えられていれば大体いいんですが、床というのはその上に乗る人たちも支えなければいけない。しかもこうした例えばこのホールであればこれだけ大勢の人が乗っても大丈夫のような床を作らなきゃいけないということになってくるわけですね。でそんな中で実は床に対する技術というのも、少しずつ、出てきていますが、暗いですね。そんな中でできますのが、左上にありますのは格子張りと呼ばれるような技術、あるいは左下にありますのはジョイスト張りといって、まあ、小さい針をたくさんかけて床を支えましょうという技術があったり、右上のようにはさらに細かく、渡してマッシュグホルツと呼ばれますが、厚い木の塊にしてしまって床を支えましょう、あるいは右下にありますのは10センチぐらいの無垢の板を作って床にしてしまう、こんな風にですね、今まで木造住宅の床ですと12ミリ、1センチぐらいの厚さの合板が主な床だったわけですが、こうした大規模な木造建築のための床というのもできてくるわけです。それから地震ですね、耐震性というのも大きな問題になるわけですが、当然住宅の耐震技術というのは一つ役に立つわけですが、これから規模が大きくなってきますと住宅の技術だけではなくて、もっと大きい力に対して耐えられるような壁とかですね、構造要素、耐震要素というものが開発されてくるわけです。ですからこうしたものが開発されることによって大規模な木造建築でも地震に強いものができるようになってくるわけです。まあ木造住宅といいますと大きな地震が来るたびにこういう地震の被害を受けてしまって、木造住宅は地震に弱いなということになってしまっているわけですが、ちょっと本当は動くんですが、コンピューターに感じたのでやりません。まあ、こういったものを振動大実験なんかをして、地震に強いということを見せているわけですね。で同じように、海外の方から目を向けますと、もうすでに海外では、大規模な木造についても振動大実験なんかをやって、その構造、地震に対する安全性を検証するなんていう動きがあるんですね。左側にありますのは北米の研究者で行われた、7階建ての木造、右側にありますのは、7階建ての板、これ静岡大学が共同で研究をされていますが、このように海外ではですね、もう続々とこうしたものの検証なんかも進んでいる。残念ながらまだ日本は、5階建ての実験をやっているんですが3分の1の縮小模型とかですね、まだ需要が少ない、あるいは実現が進んでいないというのもあって、まあ、こうしたところも実現には進んでいませんが、まあ、こうしたデータ、他の国のデータをもとにですね、日本でも大きな木造建築の耐震に対する安全性というのが検証されつつあるということになります。で、もう一つはそうした実験だけではなくて、先ほど出てきたエンジニアルウッドの登場によって、
鉄骨道とか鉄筋コンクリート道と同じように構造解析ができるようになったということになります。でこれ先ほど出てました下駒のプロジェクトですが、各部材をモデル化して建物全体の解析をする、もう本当に鉄骨道とか鉄筋コンクリート道と同じように検証できるようになっているわけですね。ですからこんな中で、鉄骨道、鉄筋コンクリート道に負けない、大規模な木造建築ができるようになったことになるわけです。でそれを支えている技術というのが、一つは先ほど出てきた木質材料ということで、構造的に扱いやすい材料、あるいは小さい材から大きい材を作り出す技術というものが出てきているわけです。それからもう一つは、先ほど1950年に基準法ができて大きいものが作れなくなったと言ったように、防耐火に対する技術というものができることによって、どこにでもどんな建物でも木造建築で作れるようになったわけです。でこの辺については、あの安井さんの方から専門なので、話をしていただければと思います。で、まあ、こうしたものを作っていく中でですね、どういうふうにじゃあ木を使っていけばいいんだろうということで、森林資源を有効に活用しましょうということですと、もちろん木造建築、構造体として木を使いましょうという話もあるわけですが、実はそれだけじゃないんですね。木を使えるところにはたくさん木を使っていきましょうという話なんですね。ある意味こう木を消耗品として見ていきましょうということも実は重要なんですね。いろいろな木を、どんどん使っていく。例えばこうウッドデッキですね。やっぱ最近だいぶ減ってきましたけども、一時期はウッドデッキというと、こう腐りにくい耐用材ですね、特殊な樹脂の木を持ってきて、メンテナンスフリーですけどウッドデッキですっていうことを言ってたわけですが、こんなものはですね、そんなことをしなくたって、地元に生えている木を使って地元の技術で作っていれば、腐ったら交換してあげればいいわけですね。木というのはその何も手を加えないメンテナンスフリーで長生きすることはできないんですね。先ほどの法隆寺にしましても1400年間何もしないで立っているわけではない、腐ったら交換する、壊れたら直す、補強をする、手を加えることによって長く持たすことができるわけです。ですからこれから木造建築を作るということは、作ったら終わりじゃないんですね。作った後もメンテナンスとして、地元の人たち、作った人たちが手をかけながら、それを使い続けていくということが重要になってくるわけです。ですからよくこう箱物行政という形で公共建築ポンと作って終わりっていうのではなくてですね、その作られた建物をいかにこう育てていくか、あるいはそのメンテナンスとして、お金を絶えず出していく。でそこに職が生まれる、あるいは地元の材料、地元の技術が、絶えず使われていくっていうような使い方であれば、こう無駄な箱物という考えではなくなってくるわけですね。地域で育てる木造建築に対して支援をするという形になるのではないかなというふうに思います。